どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで僕は今、DMM さんのオフィスに来ているんですけども、こちらにいらっしゃるのは、DMM アカデミーの、責任者の長谷川さんです。今日はオフィスを案内していただけるということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。大丈夫。お邪魔します。はい。いや、すごい、すごい受付が独特。まあ、正面のそのを受けていって、はい、まあゲストの方とか、はい、打ち合わせに来られる社外の方がここに入られて、はい、ここで、まあ、一旦人を待つみたいな。あ、なった。よし。立つだけでいいんですか？そうそう。あ、なってきた。なってますか？お、すごい。え、これどういう仕組みになってるんですか？センサー？そうですね、センサーが撮ってて、はい、画像に変わるみたいな。え、すごい。もしかしてこれが入り口ですか？そうです。失礼します。トライルで、ここが弊社のジャングルスペースになって、はい、実際これ全部生の木でできてて、実際に水をやって。そうです。本当だ、本当の植物だ。え、すごすぎ。やばい。こういう風になってて、世界観泣いとる。なんかこれは何の動物？シマウマですかね？そうです、ゼブラ。おー、泣いとる。すごい。どういう仕組みなんだ。おー、泣く。ただのこう暗いスペースなわけじゃなくて、はい、例えば F、 動物の前に、うん、そこには扉があって、はい、こういう風に開けると、すごい。すごすぎる。結構あの机の形も変わってて、はい、ここがこの形でちょっと覚えててもらいたいんですけど、はい、すごすぎる。さっきは丸い机だったんですけど、はい、四角い机が。ライオンの部屋。そう、ライオンの部屋なんですけど、はい、入り口がですね、ない入り口が。そ、そこに行きます。こっちの、こっから入るんですか？そう、ま、なんかあの千利休のやつみたいですね。すごっ、うん、千利休のやつだ。茶室みたい。しかもゴリゴタツなんですね。そうなんですよ、ここが。ここで会議するんですか？そうです、ライオンの間はこういう風に和室になっていて、ここはすごすぎ。どういう会話すればいいんですか？で、ここが今回私たちの打ち合わせのスペースです。あ、おお、邪魔します。やばい。いやー、東京タワー見える。すげえなー、成功者の眺めだ。僕いていいのかな？これでこうやってやって、なんか、すごい。飲み物好き。カルピスいいですか？あ、カルピス。取れた。あ、なかった。あ、カルピスなかった。すみません。すごい。コーラ行きましょう。行きます。これでオートを進めて。すごい。これが大企業ってやつですね。ありがとうございます。すみません。すみません、ありがとうございます。緊張する。美味しい。普通のコーラです。しかも30秒ぐらいできましたね、注文してから。すごいっすよ、本当に。すごい。すごすぎる。すごすぎる。やばい。これは大きい声あんまり出せないな。すごすぎる。すごい。イベントスペースというか。フリースペースで、はい、まあ、社員が23階から27階で働いてるんですけど、はい、まあ、なんかお昼の時とか、あとはなんか休憩したい時とか、ここで。こんなに広いんですね。そうなんです。何人入るんだろう。なんかそんな手前やってな。お先にちょっと名刺を見せていただきます、はいはい、金沢大学3年の福田俊と言います。もう撮ってんだこれ。はい、撮、はい、らせていただいてます。はいはい、石川県から、はい、来ました。はいはい、同じ石川県として。そうですね。